まぶちゃんでルクです。ルクです。今回の企画はボウリングの勝負なんですが、はい、ちょっと変わった企画で勝負したいと思います。思います。はい、じゃあ武蔵ルール説明して。はい、武蔵ルール説明して。あ、ちょっとやめた。今回のボウリングなんですけど、普通のボウリングじゃ絶対に勝てないと思いまして、はい、でトランプで出た数字分だけ倒していくという勝負をしていきたいと思います。はい、それなら俺に勝てるかな。かもしれない。頑張りたいと思います。まあやっていないと分かんないからね。そうですね。今日こそボッコボコにしてやりやす。いや、今日もう負けません。じゃあやっていきたいと思います。思います。私がフロント引きます。9第6フレームで4
ジョーカー、ジョーカー、じゃあ俺が。ジョーカー、じゃあ俺が指名します。ジョーカーが出た場合は俺が武蔵屋会長点数を指名します。じゃあ10分でお願いします。ストライクでお願いします。わかりました。見つめたさっきで横ネタがわかりません。2枚で、2本で答えを寄り添い感じてる。人は寂しさの中優しさを探し思い出をつなぎ生きてゆくけどもたどり着くあの場所は温かな思い出あふれていて続いていますか。この瞳が熱い情熱から変わって優しい愛の色になったことをいつか恋人よあなたのことを全て包み込みたい。私の瞳気づいていますか。この想いが今はかけがえのないものになって、そう例えば温かい指のよう、いつか恋人よあなたのことを OK ありがとうございました。ありがとう。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。